汚染水の放出はこれから30年、40年続きます。福島原発の事故は終わっていません。今回放出されるのも1000分の10とかっていうぐらいですよね。これから長期にわたる汚染水の放出を絶対途中でも止めさせるという戦いを長期にわたってやっていきます。この辺の人にとっては大変なことだと思いますけど、いつまでもあのまんまにしておくのも大変かなと思います。